日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。セブンイレブンの黒胡椒ダレのジューシーチキン弁当、スイートブレッドハム&チーズ、和風ポテトサラダ半熟卵のせ、カニ味噌醤油混ぜ飯、関係じけじゃんしたて、難しい、白いわらび、カスタードクリームブリュレクロワッサンを食べたいと思います。なんかクロワッサンではシュークリームみたいですけど、なんか現在セブンイレブンで開催されている世界のセブンイレブングルメフェアというものから、この混ぜ飯とスイートブレッドですね。スイートブレッドってことは甘い食パンだけど、ハム&チーズってことは、ちょっと待ってカメラあんのは、どこかでもスイーツ系ではないですよね。そしてカンケンケジャンということは韓国の味、それと醤油が混ざってる、なんか私で、そう考えるとこの和風ポテトサラダもある意味では日本代表なんでしょうかと思いながら、まずは食べていきたいと思います。和風ってことはどんな味付けになってるんだ。このポテトサラダ、幸いのことに私の苦手なあれは入ってないんですみたいなんですね、少なくとも見た目は。はい、それではこの水菜入りのポテトサラダからいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。いろんな国の味を一度に楽しめるなんて、いい時代になったものだとあなたも思わない？そうですね、本当にいろんな味が味わえるいい時代だと思います。いろんな味を楽しめるって言った方がいいかな。最初はちょっと香ばしさを感じたなと思ったら、次は甘くとろーっとした味わいが来て、その次にババッピリッとくるなという美味しさ、さらにはもちっとした食感、濃厚なクリーム、パリパリとした心地よい音も聞こえてきて、とっても美味しい商品たちに仕上がってると私は思いましたよ。ごちそうさまでした。最初に食べた和風ポテトサラダは、私の苦手なあれが入っていない代わりに、水菜や鰹節といった普段のポテトサラダでは見かけない食材が入っていましたね。なのでポテトサラダなんかしてはかなりシャキシャキとした食感と、ちょっとした鰹節の香ばしさを感じることができます。普段と違うポテトサラダを食べたいと思った時にいいですね。で、次に食べたこちらのハム&スイートブレッド、ハム&チーズ、要はこれってフレンチトーストにハム、マヨネーズ、チーズソース、チーズ、チェダーチーズを挟んだものだった。結構厚めのパンなんですけど、しっかりと甘さが浸透していました。で、中のチーズもまろやかな味わいで、マヨネーズの酸味などはあまり感じなかった。なので、なんかスイーツ系、甘い系のフレンチトーストと朝食系のトーストのいいとこ取りをしたような印象です。甘いという部分で若干好みは分かる。その次に食べたこちらの黒胡椒ダレのジューシーチキン弁当は、鶏肉が本当にジューシーで、噛んだ瞬間にうまみがうわっと広がる。黒胡椒はそんなにあーってなるような辛さではなく、ピリリと所々で程よく舌をつついてくれて美味しかったです。その次に食べたカニ味噌醤油混ぜ飯、カニ味噌というものを初めて自分は食べたのですが、なんか開けた瞬間からもうカニの風味がふわっと香ってきました。で、パンで見るとなんかご飯の中からマヨネーズのまろやかな味わいとカニの風味が本当に広がってきて、なんだろうな、カニ味噌ってこんなに美味しいものなのと思いました、その次、こちらではバニラわらび餅はもっちりとしたわらび餅を噛むと、中からアイスクリームとはまた違うとろけたクリームのバニラがわっと広がってきました。さっぱりといただけるので、何かちょっとつまみたいなという時にもいいと思います。
で、最後に食べた、こちらのカスタードクリームブリュレクロワッサン。ブリュレというだけあって、下半分がいわゆるカラメリゼされているんですけど、なんか下半分やられると結構持ちにくいのがなってるんですね。カリカリとして美味しくはあったのですが、キャラメリゼは自分は味としてはいいのですけど、持ちやすさはいまいちかなと思いました。で、結構クロワッサンなので胃にくるまる重量感があり、食後のスイーツにして食べるよりも案外主食にもなるかもしれません。まあ、あくまで菓子パンなんですけど。で、今回食べた中だと、こちらのカニ味噌醤油混ぜ飯、カンケンケジャンシケジダテ。あー、鼻に香ってくるカニの風味、香りと、食べた時の、広がってくるカニの味、口の中で広がってくるカニの味がよ強くて一番美味しく感じたので、代表として、5点とさせていただきます。あなたがもしカニがお好きなのであれば、ぜひ食べてほしいおにぎりですね。それでは サングラスロケット乗るのでつけとけ。いやサングラスつけてどうするんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。